全体の構造理解度ってテレビとかで見た場合、プレーのどの部分を見て評価できますか？まあ、そのチームのあれによりますけど、でも、チームの戦術の型なくてもさ、型がなかったり薄かったりとかしてもさ、ブルーノとかってパスコースができるだけ多くなる立ち位置をとって、なおかつ最小限のタッチ数でボール失わない、もしくはボールを失うとしても、その分、リターンがあるような、判断とか行動するでしょ。で、自分がその、出し手じゃなくて受け手にもなる行動するんじゃん。だ瞬間瞬間の最適解を取ってる。でそれは才能で取ってる場合もあるけど、全体の構造だったり、サッカーっていうスポーツを理解してるから取れる行動だったりするから。だから、チャンスを増やしてピンチを減らせる。チャンスを増やしてピンチを減らすためにするべき行動を90分の中でたくさん見せる選手が、サッカーの方が高い、その全体の構造理解度が高いっていうふうに思ってますね。あと他の選手へのコーチングね。特に戦術的なチームでコーチング多い選手っていうのは、ただ声がでかいだけでできないから。そういうところで言うと、やっぱりリサンドロ・マーティネスとか、そう、ファンダイクとかもそうだし、ルベン・ディアスとか、そういう選手たちってやっぱり、怪我してない限り外せないじゃん。なんでかっていうと、構造を理解しててメンタリティ持ってるから、ピッチに置いとくと、勝利を手繰り寄せてくれますね。